はい、今回もね、実況っていうか、今回は、ちょっと、増殖の仕方を簡単に紹介したいと思います。この増殖の仕方は、あるね、友人の、ね、方にね、教えてもらいました。はい。じゃあ、ちょっとやっていきたいと思います。はい、まず、ニューワールドにしましょう。のサバイバルです。サバイバルでやってください。サバイバルでね。はい、で、あ、木がない。え、あ、まあいいや。木がなくても、何でもいいや。こんなね。ちょっと、こんなところかもいいや。まず、増殖したいものを、3つ以上かな、多分。一応3つ、まず、ここに、手持ちの部分の、ここ、一番左に置きます。はい。で、中にも、普通に、一番上の段の、一番左に置いてください。はい、で、その、この画面での、この空いてるところを、増殖したいものの右、空いてるところを長押しします。ちょっと出てきますね。はい、で、どん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 増えてきます。で、こうやってどんどん増えてきます。はい、すごい簡単です。チェストに、他のものは入れて、増殖したいものだけ、手持ちに持っておくとかで、すぐできるんで、ただ単にここを開けといてくれればいいです。で、もし失敗した場合は、一回戻って、手持ちを全部、どっかに置いて、はい、一回戻って、またやり直せば、こうやってどんどん、手に入ります。でも、これは、もうこの時点では、この音しか出ないでできないんですけど、こうやって。 ぜひよかったらやってみてください。はい、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、以上で、マインクラフトの、実況じゃなくて、普通の、そのバグ紹介、バグじゃない、増殖の紹介でした。ご視聴ありがとうございました。さようなら。